はい、というわけでどうもカズチャンネルです。さあ今年もやってくるのか。やってきた。さあというわけで今回はじゃじゃん、こちらでございます。GoPro ヒーロー13が今年もやってきました。ほんで今回ですね、結構フルモデルチェンジになっております。まあそんなわけで早速チェックしていきましょう。さあそんなわけでじゃじゃんと早速開封させていただきます。いやもうこれ見ると分かるように、見てください。これもうカスタムパーツがいっぱいになってきて、散財がはかどる仕様になってきました。ほんで今、これを見るだけでもおやおやと、今まで見たことないやつも出てきている。はい、まずこれ ND フィルターでございます。 ND フィルターが 1,2,3,4,4 枚、これアクセサリーとして用意しておりまして、そしてウルトラワイドのレンズ、そしてこちらがマクロレンズとなっております。要は GoPro で少し背景ボケを出したい時用のやつ。ほんでここに書いてるのがマグネティックラッチマウント。そう、マグネティック、よくなんか他ので見たことあるよね。それが GoPro でもついに採用されたわけでございます。さあこちらでございますね。あ、でも見た目一緒だな。ちょっと見て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 、これヒートシンクみたいなの入ってんだけど、これついにこのアクションカム業界で熱に弱いとされていた GoPro が結構ここ力入れてきたんじゃないのこれ。ちなみに昨年の12ね、比べると、いやサイズ的な変化はね感じないの。一緒じゃない。それでいてですね、今回ですね、バッテリー、これまた変わりました。バッテリーの形状を見るとね、ほら変わってる。このポコの部分がバッテリー詰まったんだと思う、これ。なるほど。1720から1900に上がりました。まあ、バッテリーはないよりあった方がいいからね。しかも、このペコの部分で詰めてきたんだと思う。なんかいろいろ中身の方ね、やるやん。ほんで、これ裏面見ると、はい、こんな感じで。あ、やっぱこれは元からで付いている。そして、嬉しいのが三脚ネジ穴も付いている。そして、これに対して、このマグネティックのマウントも、しかもロックもこれで外せるんだ、これ。あ、これは良くなった。いいやん。なので今回持ってきたのが、このバイトマウントとか、このマグネティックのマウントがあったりするんだけど、もうあらかじめつけといてさ。ほんで、このバイトマウントだと、このね、マグネットがついてるマウント、これを使うとこんな感じで、くっつけることができる。マグネット使い勝手いいんだよね結構。そんでレンズキットちょっと見てみよう。うわ、 ND フィルターのやつなんだけど、めちゃめちゃ質感がいい。かっこよ。まあそんで今日から実はね、もう一泊してるんだけども、3泊4日で石垣島で撮影になっておりますので、こちらを使って試すっていうのね、今からいろいろ試していこうかと思います。ほんでポイントは超高額でアスペクト1対1を実現しているということで、縦動画横動画でも簡単に切り抜いて使うことができちゃう。ほんでマクロレンズモードで11センチまで寄ることができたり、まあ、ND フィルターでこの爽快感というかブラー効果がつけれたり、そして本体、今回 1900mAh にバッテリーもアップして、そしてね高温耐性にも対応させ、電力効率と熱性能が向上することにより、4K30 フレームでも、以前と比べて 1.5 時間長く撮れるようになってるんだって。やるやん。まあ、ただ連続撮影時間がどんぐらい伸びたかとか、そこ重要だよね。今こっちの環境30度ぐらいある。それでどんぐらいかももちろん試すから、楽しみにしててください。そんで今回アクロバティック系な子も来てるからさ、スローモーションがまた良くなって 720p になるんだけども、400フレーム、ただ15秒ね、15秒間なんだけども 720p で400、そして 900p だと、360フレームで撮影することができております。ほんで 5.3K だと120フレームだって。 5.3K でただ5秒だけ、一気にこう力をうわーっていうモードみたい。まあ以上、しばらく試していきます。
さあということで、おい帰ってきました。まあそんで今回ですね、3日間にわたりこちら GoPro Hero 13使い倒させていただいたんですけども、まあいろんなところ変わっております。ただ今回ポイントとしてはやっぱりね4つでございます。もう第4位から言っていくと、まず第4位が、はい、じゃーんとこちらにあるように、レンズがいろいろ簡単に付け替えができるようになったということですね。だから撮影の場面に応じてレンズを選ぶことができる。でまたおいおい説明していくね。そして第3位、400フレームの超スローモーションができるようになったということ。だから動きの速い撮影だったりとか、もう水場でパシャーンしたりとか、そういった時にすごい楽しくなるのは間違いなし。そして第2位、かっちゃん、マグネットスは楽。やっぱりこれめちゃくちゃ楽になった。まあ、これについてはね、今、はい、親友の DJI さんがやってきましたね。GoPro の。いくよ。はい。まあ、まあ、こんな感じで、DJI さんが先にやってたりとかね、まあ、インスタ360、そちらの方でも取り入れられておりましたけども、今回、GoPro で、やってきたのです。で、GoPro のポイントとしては、まあ、こうやった着脱ね。これしかも6個あるからね。6個を解除して着脱するのもできるし、はい。この下にね、三脚ネジの穴もあるし、で、これはね、はい。みんな大好きな GoPro マウント。これもついてる。だからここ一つで、3つ、マグネットに三脚穴に GoPro マウント、この3つの機能を持ってきたってのは、いいポイントなんじゃないのかなと思います。マウント選び放題。そして、栄えある第1位。実はもうこれダントツでございます。ダントツ、頭一つ二つ抜けたダントツでございます。何なのかというと、熱耐性めちゃめちゃつきました。おめでとうございます。これですよ。今回ですね、ちょっとテストをいろいろさせていただきました。GoPro といえばですね、やっぱ他のアクションカムと比べると、もう、一番下です。もうすぐ、お前熱くなりすぎてもう止まっちゃったやないかみたいな。そんなことばかり行われてきました。ただこれはね、CEO の、代表の考えがあって、いや、GoPro というのは、一番美しく撮れることを考えて作っていると。ほんで、その一番美しいっていうのが、まあ、太陽が照っていて、そこでの元で、最も綺麗なアクションカムを目指してる。まあ、確かにそれ言われると、確かに綺麗なんですわね。雲のディテールとかさ、ね。そこら辺、カラーとかもすごい綺麗にはなってるんだけど、自分みたいな、アクション要素をそんな撮らない人、だけど丈夫なカメラが欲しいっていうユーザーに対してはね、長回し、これすごい、問題となっておりました。そこで今回ですね、石垣の夜です。はい。もう風もなく、お外、その時の気温が約30度ぐらいですかね。それで、こちらと12をね、写真のような状態で置かせていただきました。それでどうなったのかというと、まず12、もうたったこんだけです。12は35分。ほんでこちら、13ですね。なんと、3倍ぐらいスコア伸ばしまして、しかもですよ、この状態です。バッテリーが切れたため、落ちましたということで、なんと耐えました。風ほとんどない30度の環境で耐えてくれました。いや、これだよね。よくテレビとかでもね、GoPro 使われてるんですよ。ほんで、先日の24時間テレビとかでも GoPro、使われておりまして、車椅子の撮影かな。その時に12使ってたんだけども、テレビ局の皆さん困ってません。止まりませんでした、その時。13です。だいぶ熱耐性が良くなりました。こう見てわかるとわかるように、ここにね、なんかもう、なんかついちゃってるんですよね。で、これがね、思った以上に効果があるのか、熱暴走しなかったんですよ。まあもちろんね、直射日光で、それでまあ35度の環境だと多分ダメだと思う。うん。今でもやっぱ熱暴走はするはずなんですけども、30度ぐらいの環境で直射日光がなかったけども、ほぼ無風。それで、なんと耐えることができたんですよね。秋からのシーズンだったら結構いけると思うんだよね。そんで、テストなんかもされてたみたいで、結構きつめのやつだけどね、5.3K、8対7の撮影だって。それでおいて64分。これ結構きつめなんで64分だって。ほんで 2.7K120 フレーム4対3で撮影だと60分。ほんで 5.3K60 フレーム、16対9で撮影だと41分。ほんで 1080p の240フレームだと41分ということで、基本的に前のものと比べると、だいたい4割から5割ぐらい撮影っていうか、その熱耐性に対する撮影時間が増えてる。ほんで今回、電力効率の向上ということで、撮影時間もさらに長くなったということで、例えば 1080p の、30フレームの場合だと 2.5 時間以上撮影ができて、ほんで 4K30 フレームだと
1.5 時間以上の撮影ができるということで、まさに、まあ、1.5 時間ぐらいで落ちましたので、そういうことになるんじゃないのかなと思います。ほんで今回良くなった点としては、バッテリー、中身もそうなんだけど、このバッテリー自体が、前がね 1730mAh だったかな、それがね今回1900ちょっと増えております。増えておりまして、中身のねシステム、そちらなんかもより低消費電力で、できることにより撮影時間も伸び、さらに熱暴走とかそこら辺もしづらくなったんではないのかなと。おい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 と、最高じゃん。これからですね、マラソン大会、ついに GoPro 使って走ることができるようになりました。今まで怖くて GoPro つけれることできなかったけど、マラソン大会ついに GoPro 持って走ることができました。次回は金沢マラソンになるかな、頑張ろうかと思います。そして、まあ、先ほど言ったようにね、このマグネットのこの付け替えができるということで、簡単に、いろんなマウントに付けることができるからね。今これだとバイトマウントだから、早くね、で付けることができるけど、三脚、そっちの方にもカチッて置くことできるしね。ここら辺なんかはね、もう、このマウントの、良さがすごい出てくるから、いろんなとこ付け替えする人にとってはね、めっちゃ便利。そして先ほど選んだね、第3位のスローモーション、こちらを見ていきましょう。まあ、波打ちにはこう、ブーっと走ってって、これをですね、400フレーム、スローモーションにすると、でーんと、めちゃめちゃ綺麗でしょ。水しぶきが、ぽわーっとなります。はい、これを使ってね、いろんな、スローのシーンを撮ると楽しくなっちゃうんですよ。ほんなら横ね、まあ、オラと同い年のカズマッチ、俳優やってます。彼と一緒にポトンと落ちると、はい、普通に落ちるとこうだね。ただこれをスローモーションにすると、おーみたいな、そんな楽しいことができてしまう。まあ他にもこんなんだったりとかね、いや、いろいろとこれを使うことでめちゃくちゃ楽しくなる。ただやっぱデメリットも言っとかないといけないね。これに対してはデメリットあると、やっぱりね、これちょっとでかい画面で見てみると、ちょっとね、やっぱ画質落ちてんなーってのはあるね。 720p っていうことで、まあ 4K なんかでだいぶ小さいやつやってるのはもちろんなんだけど、やっぱちょっと絵がね、のっぺりとしたような感じになるので、まあ、画質の低下があるので、まあ、ここまでのスローモーションが必要ない場合は、通常モードでの、まあ、120フレームとか、そっち使って、まあ、4倍スローモーションとか、まあ、そっち使った方がね、個人的にはいいんじゃないのかなと思います。ただこの超スローは使いどころではめちゃくちゃ楽しくなることは間違いない。さあ、ということで、こちら、アクセサリーになります。別途散財して買う必要あるから、そこは注意してください。ただ今回結構変わったところもあって、前まではね、これらのレンズをつけると、設定でね、いちいち直さないといけなかったんだけども、それがなくなったのよ。ちょっと見ていきましょう。例えば、このレンズ、ちょっと引っ張って左回すと、こうやってパカッと取れるようになってます。で、この状態で、この青と青を合わせて、うにゃん。よっこいしょ。よーし。これで取り付け完了。で、電源つけると、はい、こんな感じで超広角と表示されるんですよ。ほんで、まあ、今回のやつのポイントとしては、これ1対1が使えるようになっております。まあ、というわけで、こちら1対1の作例でございます。GoPro ファミリーとね、一緒に山を歩いてるやつだね。これ1対1ということなので、横画面で使うとこんな感じにワイドで撮れるし、そして縦、まあ、スマホ用だね、でやるとこんな感じで縦で切り抜くこともできるようになってる。ほんで他にもカズさんが、はい、 GoPro を投げるやつ、ほんでこれ水平を撮ることができるので、GoPro が回転しててもなんと水平を撮って、そのまんま、はい、水平を維持して着水することができるようになってるとね、これも面白いよね。縦でも横でも切り取ってお使いいただけるということで、ショート用に動画を撮りたいとか、まあ、普通のロングの尺で撮りたいとか、そういった時にこれは便利。ほいで、よいしょ。次はこちらマクロレンズいってみましょうか。マクロレンズを、電源ついててもいいと思うんだ。よっこいしょ。はい、こんな感じでつけさせていただきました。すると、はい、こんな形でマクロ用にもう自動的に切り替わっております。まあ、こうするとどっちかというとね、このマクロいけるのかというと、まあ、そこまではいけない。ただ今までね、
この GoPro ってだいたいねピント合うのが30センチぐらいとなってたんですけども、それがねなんとそうなんです10センチぐらいまで寄ることができるようになりました。ということでちょっとサンゴの映像とか見せようと思うんだけども、こんな感じでサンゴのところでまあまあ近いところのピントが合うようになるというものでございます。ちょっとした接写ができるっていうわけでございますね。ほんでこれ見るとわかるように今これ接写モードになってるんだけども、こうするとまあ自撮りとかですね、ここが回るようになってるんですよ。こんな感じでウィーンウィーンと、こうするとまあ自撮りような感じで、人を撮るのに最適なモードとなっております。まあこれはこれで結構楽しかったんだけどね。まあただ個人的には、まあ、そこまで使うシーンは自分的にはないかなと。レンズを付け替える手間がねやっぱめんどくせえので、まあ、基本的にこれ標準が一番かと思っております。そして最後 ND フィルターでございます。じゃーんとこんなにいっぱいあるんだぜ。ほんで ND フィルターで何ができるのかというと、要はね周りの残像感を残すといったことですね。しかもこれね面白いのが、いやどのフィルター使えばいいんだろう今のこの天候の時にみたいなあると思うんだけど、これ例えば今室内で30につけてます。ほんでまあ知ってる人だったらわかると思うけど、いやそれ暗すぎだろうって。そうするとねこの矢印の下マークが出て、いや暗すぎだとこれだからもっとレベル上げてくれよっていう表示がされるようになってます。確かに画面暗いよね多分 ND の4ぐらい。あそうするとまあ適正ですよみたいな感じでこういう表示が出るようになっております。ちなみにつけたやつとつけてないやつの比較画像こちらになっております。まあ、ちょっと動いてると、あ確かに残像感左右振った時にね残像感出てるわみたいなあると思うんだけども、止めると 特に分かりやすくて、確かに残像出てますわと。スピード感とか出す時に ND をつけるとよりいい感じに撮れるといった感じでございました。はい、まあこんな感じで、まあ今回のこのレンズはね、まあ初心者向けというよりかは圧倒的にもう何度もこの GoPro とか使ってきている、まあ、上級者向けかなって個人的には思います。初心者でも使えるんだけども、もっとこの GoPro で表現の幅を広げたいっていう、そんなマニア向けのやつ。ほんで今回のねなんだろうデメリットというか、ちょっといまいちなポイントもお話ししておきましょう。いまいちなポイントとしては映像がめちゃくちゃ良くなったっていう感覚はね一切ないです。もう分からないレベルでございます。一応左右にボンとね、明るい、なんかバスケットとかそこら辺のコートのやつ、置いておきましたけども、左右で比べても、ちょっと露出の違いとかはね、出てたりするんだけども、分からん。全く分からん。ほんで、雲とかを映したりしても、分かんねえっす。分かんねえっす。あんなら、僕 GoPro ってさ、まあ、暗いとこ弱いじゃん。ということで、ちょっと暗いところ、はい、比較してみました。分からんよね。わからん。室内ちょっと撮ってみたんだけど、いや、差がわかりませんでございました。ちょっと手のね、やっぱ表面とか見ると、なんかちょっと違うなっていうのはあるんだけど、基本的に変わってないと思います。一応ね、加減は ISO 100、そして上が1600で、やっておりますけども、まあ、基本的に変わっておりませんでした。なので、今回12から、13にして画質がね、めちゃくちゃ上がるっていうことは、基本的にないかと思います。本で他で言うと、まあ、バッテリーがね、まあ、性能伸びたっていうのはあるんだけど、今までバッテリー持ってた人、快感になります。なので、テレビの方とか、もうしこたまね、GoPro のバッテリー持ってるかと思いますけども、すべて13では使いこなすことできません。買い直しとなります。以上でございます。はい、まあそんな感じでね、もう本当に、もうここ最近ね、アクションカム業界、もう横に出しとくわ。はい。DJI さん。はい。ほんで、Ace Pro さんとございます。ほんで、この中で、たった1台だけ使え、どれ使えばいいってなると、デレレレレレレレン、たった1台よ。もうこれしかカメラ使っちゃいけないってなると、デレレレレレン、デン。インスタ360の Ace Pro になります。理由としては、夜、圧倒的です、これ。もう、他と比べると2段分ぐらい圧倒的に綺麗に撮れるのがこの Ace Pro。ただ問題点としてはちょっと本体サイズが大きかったりとかっていう問題がございます。まああえて1台だったらこれになります。ほんで次こちらですね。DJI。まあなんかトークとかねそういったものを撮っていきたいってなるとこれ DJI なんですよね。この中で選ぶの。なぜなのかというと、そうこの DJI マイクが使えるんですよ。Bluetooth でつないで。これでマイクの収録ができるから音声とかめちゃくちゃいいです。だからある意味この GoPro がこの中で言うとそう Vlog に一番向いてなかったんですよね今まで。あの熱耐性ないわとすごい一番の問題点だったんですけども、今回ですねもしかするとこのアクションに並ぶぐらいかなり強くなったんじゃないのかなと思います。今までねもう圧倒的にこの子だったんです。ただ今回
あの熱耐性がつくことにより、今後ね私使っていくのはおそらくこれ GoPro になるんじゃないのかなと思います。特にねやっぱマラソン大会、次金沢マラソン、その次は湘南国際マラソンね、ほんで神戸マラソンもあるわ。多分こいつで走るかと思います。ほんでこれのライブ配信でのメリットデメリット言っておきましょう。まあスマホでやればいいやんみたいな感じの方もいらっしゃると思いますけど、スマホねもう手ぶれやばいっす。うん、ランニング中にまさかできません。もうブレッブレッでございます。そういった時にこれテザリングでつなげてやるとね、アクションカムといいんですよね。でちなみに北海道マラソンではこの DJI を使っておりました。ただ一つ問題点がありました。これシステム上の問題なんですけど、ライブ配信をオンってやると YouTube に枠ができまして、ほんでそれをどうやって公開設定にするのかというと、リモートで自宅についてる、パソコンからこうオンにしないといけなかったんですよね。かなり難しかった。ただ今回のこちら GoPro、そこが違っております。なんとスマホだけで完結できるようになっていて、生配信を始めるってやると一旦限定公開の状態になるんですよね。そうするともう YouTube の、スマホのアプリからでも公開設定ができるようになっており、スマホからできるようになっております。ほんで画面のように iPhone を使ってのテザリングでやりますせみたいな感じの表示も出てきたりとかと、とにかくスマホだけでなんとかライブ配信ができるようにやってますよっていうのがすごくわかるんですよね。まあなかなかねライブ配信でねアクションカム使う人めっちゃ少ないと思うんですけども、非常に使いやすいかと思います。ただ一つ問題点があって、動画ファイルですね。実はこれライブ配信中もこの録画ボタンを押すと指定したやつでちゃんと録画ファイルが残され、そして停止を押すとうまいこと完結するんですけども、こちらですね、GoPro は最初から最後まで、動画データを残しますかみたいな感じになっております。一応出来上がった動画データ見てみたんですけども、フル HD ですね、 4K ではなくフル HD での録画になっておりました。これ元のやつを 4K とかね180にしても一緒でした。なので180、フル HD でずっと最初から最後まで残るといった感じになるんじゃないのかなと思います。もう一個結構違いもあって、一応ねこれ両方とも 64GB 入ってるんですけど、この画面見るとね、こっちが GoPro なんですけど、わかります？ 1080 の30フレだと5時間43分撮れるんですよね。に対して、こちら、3時間32分なんです。意外とね、容量の食い方で言うと GoPro なぜかエコなんですよね。例えば 4K60 フレームとかでもこっち2時間に対して1時間とね、HEVC ということで、まあ、効率性を一応取ってはいるんですけど、さらに上の効率性はね取れるようになってるんですよね。なので動画ファイルのエコ感、まあちょっとね編集した時の重さは置いといて、エコ感で言っても実はね GoPro 意外とねファイルが軽かったりするので、長時間録画にある意味向いているとも言えるのかもしれません。ただ今 DJI の、ね、新型がまた出るっていう噂なんだけど、そっちの方ではねさらに録画時間を増やせるようにバッテリー効率がさらに良くなるみたいな感じのことをおっしゃられていて、SD カードの容量は置いといて、バッテリーライフで言うと DJI さらに上の世界を行きそうな感じでございます。まあそれによりさらに熱耐性なんかもできそうな気するけどね、電力を食わないっていうことは。まあというわけで、今回こちらね、他のアクションカムと比べて優位なのは、今のみんな使うことないと思うけどもライブ配信機能、それはねめちゃくちゃ使いやすい。そしてファイル自体が軽い、これも一つポイント。ほんでようやく熱耐性に対してかなり改善された今回の大きなポイントになっております。一応概要欄の方からね購入ページのリンク貼り付けておきますけども、また今後ね DJI さんも新しいもの出るって噂されておりますので、まあそれ見てから選んでもいいかもしれませんね。ほんでちょっとねサイズのちっちゃいやつもね発表されておりますけども、まああちらは本当にサイズが小さいだけでね、ライブ配信機能とか特に持ってなく、手ぶれ補正に関してもスマホ側とか PC 側でねちょっと書き出し設定とかしておかないと使えないので、まあ私は個人的に使うことはないんじゃないのかなと思いますけども、人によってはねかなり軽い GoPro が欲しいということで使うんじゃないのかなと思います。もしよかったらまた皆さんチェックしてみてください。はい、ということで今日はこんなところで、また皆さんお会いしましょう。いやほんと9月は新製品だらけで散々はかどりますね。じゃあのー。